メルハバー、こんにちは。南トルコ英語会ライフの海です。今日はですね、またフェティエに来てるんですけど、ちょうど今日はフェティエの青空市場ナザールがある日なんですよね。それでフェティエは1週間に2回パザールがあるんですよ。一つは火曜日のパザールで、もう一つは金曜日の村のパザールになります。今日はね、この火曜日のパザールに来てるんですけど、火曜日のパザールは野菜とか果物とかチーズとか食材以外にも日用品も結構売り出されてるんですよ。今日はたまたまフェティエに来たら火曜日だったんで、この青空市場をご紹介したいと思います。入り口はね、こうやってなんか野菜がずらって、まず野菜コーナーから始まります。フェティエはやっぱりムーラの中でも一番大きな町なので、結構たくさん人が住んでいるのもあるし、この青空市場も規模が違いますよね。すごい大きいです。野菜だけですごい、もうこんなどこから見ようかなっていうぐらい、あと人もすごいいっぱいいます。なんかこれは保存食っていうか干し野菜ですね。ドライフルーツとか蜂の巣蜜、あと冬野菜が並んでます。そしてやっぱりシミットはトルコ人のスナックですね。いつでもどこでもシミットです。それであっちもずっと野菜が並んでます。めっちゃ広いですね。こっち側もすごいまだまだ食材が並んでます。これはめっちゃうまいトルコのスイーツですね。こっち側からすごいなんかどんどん混んできました。食材コーナーを抜けると今度は雑貨のコーナーになります。本当にいろんな日用品がありとあらゆるものが売られてるんですよね。あ、なんかもう中国人と間違えられてる。チャイナ、チャイナって言われますよね。やっぱこの辺りは日本人がいないから、だいたい中国人か、中央アジア、カザキスタンとか言われますね。ここは靴屋さんです。なんかこう財布があったりとか、あとまあルイ・ヴィトンが売られてますこっちはおもちゃ屋さんですね。あとこれはもう100円ショップ的な青空市場ですね。ありとあらゆる、まあ、家でこんなのがあったら便利だなみたいなのが揃ってます。こっちはスカーフですね。トルコ人女性の、身だしなみ文化ですよね。こっちは台所用品の雑貨屋さんですね。こういうのすごい売れるんですよ、トルコで。なんかこういうカバンとかより需要がありそう。なんかスーツケースまで売ってるし、ほんと何でも売ってます。ここはパジャマ屋さんですかね。なんか家でゆっくり履けそうなパンツがいっぱいぶら下がってます。
この目のマークとか目の柄なんかトルコっぽいですよね。こんな柄なかなかないな日本には。タオル屋さんですね。ハマムタオルとか結構便利なんですよね。あとスカーフもたくさん並んでます。衣料品も結構人気ですよね。なんかもう服が山積みになってます。やっぱパザールってすっごい安いから、みんなパザールで買い物するんだろうな。これはなんか木で作られた台所用品ですね。なんかここは下着屋さんですね。でっかいパンツが並んでます。すごいなこんな青空市場で。上にはブラジャーもいっぱいぶら下がってますね。でここは、スカーフ屋さん。いろんな種類があります。こうなんか縁に親の刺繍がされてるスカーフって可愛いんですよね。ここは公衆トイレです。トルコの公衆トイレではお金が利用料金がかかります。このおっちゃんが集金してますね。これでパザールはここが出口になります。なんか流し見した感じですけどやっぱりすごい広いし人も多くて疲れますね。さてさてこれから腹ごしらえします。今日のお昼にやってきたのはここペティエで大人気のドネルケバブ屋さんです。こうやってドネルケバブをパンに巻いて食べるスタイルをドゥルムって言います。オニン Do you want onion? OK あ、トゥチビリオスお zaman niye beni Japonca konuşturuyorsun? こうやって、玉ねぎとか野菜とかと一緒にくるくる巻いたやつをトーストで焼きます。どんどん巻いていきます。これがドゥルムって言います。Senin böyle var mı şey? Restoran var mı böyle? Yok, böyle bir şey yok. Çalın bir tane yapalım. Ha, sen nerelisin? Japonya. Peter misin? Bursa. Bursa. Yeşil Bursa. Bu Erzurum'da cağ kebabı var. Evet. Böyle yalnız pişiyor. Evet, evet. Tuzlu onu ve da anlatacağım. Evet, onun böyle pişirilişi. Dönerin böyle pişirilişi. Aslında ilk döner evet. Böyle. Sonra böyle oluyor. Tekrar eskiye döndü. Aa, eskiden böyleydi. Tabii. İlk nasıl biliyor musun? Bilmiyorum. Savaşta kılıç yok mu? Kılıç kullanan çok eskilerdi. Evet. Adam ateşi yakıyor, eti kılıcın ucuna takıyor. Hı-hı. Pişiriyor vurduğu avı. Evet. Ondan böyle döner oluşuyor. Sonra dikey olmuş, sonra tekrar yataya dönüyor. Tarihçesi bu. Atashimo durumu birazcık 注文しました。そしたらこんなサラダとかピクルスとかもついてきて、まあこれがトルコスタイルなんですよ。ドゥルムのドリンクといえばアイランですね。今日今来たところがここフェティエですごい人気のドゥルム屋さん、ドネルケバブ屋さんなんですけど、いつもねなんか3時ぐらいにはもうね売り切れちゃうんですよ。このドネルのお肉が終わると終了みたいな感じで、で今は2時半なんですけど今日はまだありました。ドネルケバブいただきます。おいしい、やっぱり人気店ですね。でドネルケバブには
ぴったりくるのはやっぱりアイランで、ここのお店の手作りのアイランです。Yes. エリンゼサオル。ああ、美味しかったです。ここのドネルケバブはやっぱり美味しいですね。今日も大満足のランチでした。